本日はこの首輪になります。かなりこう上の方に2本のロープが重なり合うように刺してありますので、編むというより差し込んでありますので、かなり厚みが生まれるロープになります。平結びの土台の上にこのように差し込んでありますので、またちょっと今までとは違った枕目編みができたかと思いますので、今日はこれをご一緒したいと思います。よろしくお付き合いください。はい、それでは始めます。これが、土台作りと芯作りのロープです。で、これが模様を編み出していくロープなんですが、今回もこの2色の2本のロープを1本にして使います。なので両端それぞれの端をつなぎ合わせます。で、今回つなぎ合わせるつなぎ方なんですが、以前にもこの動画でやったことがあるんですが、もう一度再度このやり方で、あまりやらないので数は出てきてないので、久しぶりにこのつなぎ方、別のつなぎ方を、ちょっと面倒なつなぎ方なんですが、それをやりたいと思います。まず、ほつれ止めをカットします。で、ちょっとつついて芯を出します。つつくと白い中の芯が出てきますので、これを少し2センチばかり引き出してカットします。で、しごきます。で、空間を作っておきますね。で、こちら反対側も同じようにして芯を取り出し、カットして、そしてですね、ここの場合はこれもしごかないといけないですね。で、しごいて上の部分が少しこうやって穴が開いた空間ができますね。で、この空間ができたところに、まあこういった目打ちで少し差し込んで、ここにほつれ止めをしておきます。軽く炙ってほつれ止め、穴を塞がないためにこれを差し込んでます。で、こちらも同じような処理をしておきます。大きな穴であっても困るし、小さすぎても困るので、まあ直径5ミリ以下ぐらいの穴を作って、その大きさを保持しますね。こういう感じで。で、次に反対側。次に反対側の端の始末。ここも同じように芯を取り出します。ほつれ止めをカットして、芯を出してカット。芯を出してカットしたらしごきます。で、こちら側はざっと1センチ、1.5センチぐらい、ちょっとこのように炙って硬くします。ペタペタと叩いて平らにして、そしてここを三角形にカットします。尖らせたいわけです、先端を。ちょっとこれは芯が引っ込んでなかったですね。引っ込んでなかったらこの段階でもいいか。先を尖れば作業はしやすいので、先を尖らせます。ちょっとここが先端がケバケバしてますので、やっぱりね、芯がない方が細くなりますのでね、それで芯を取ってたんですけど、ちょっとこれは中に沈んでくれませんでしたので、
はい、では反対側。あ、これ、こちらですね。これは大丈夫。1.5 から2センチぐらい炙って平らにして、そしてこの角を、三角形をカットします。尖らせたところでほつれ止めの炙り。ワンクッション置いて、ちょっと手でしごいてぐるぐりとしてみてください。で、このように両サイドが尖らせられました。そしたら次に、最初に穴を開けて大きさを保持したこのロープの、まあそうですね、5ミリぐらい内側から、目打ちでぐぐぐっと差し込んで穴を作ってほしいんですね。そして色違いの方のロープの先をこの中に差し込みます。この時にやっぱり先が尖ってた方がこのように入りやすいので、でね、やっぱり先を溶かしてます関係で引っかかるんですね。どうしてもザラザラしてると。なので、そういう時はもうちょっと溶かして滑らかにするように。で、こちらの穴はできるだけ大きくした方がいいので、ほつれ止めしてあるからほつれることはないので安心して、こんなに大きくして、で、これをその中に通します。このように通します。通しましたら、こちらの筒型を保持した方の、こちらも同じように、ここに5ミリぐらい内側に目打ちを入れて穴を作ります。目打ちを買うときは、こんなふうにずんぐりむっくりした目打ち、つまりここが、円錐状がかなり太くって、太いところから細いところまで短い距離がある方が作りやすいです。100均で買った目打ちは、私の場合は、ね、細い、こんな長くなってますので、こういう太い部分がないんですね。なので、太い部分があるものの方が、こういうふうな仕事に使えますので。同じようにこの穴に差し込みます。はい。で、こう差し込んだら、ここ持って、で、こういうふうにそれぞれが入り込んだら、こうなるわけです。これで1本になる。これ一番丈夫です、つなぎ目としては。だけど、どこにでもこのやり方が使えるかっていうと、そうではないんですね。編み上げてる途中でこのやり方だと、どうしてもこれだけ二重にかさばってるとこなので、きれいな編み地が作りにくいので、まあそれは、このやり方は見えないところでやる場合にはいいんですけどね。で、これを作りました。そしたら今度は芯と土台作りの方をまず先に処理します。これまず2つ折り。これも最初にちゃんとほつれ止めの処理しといてください。で、これ2つ折りにしまして、2つ2列並んでる方の穴に、下から差し込み、なかなか入らないようであれば、目打ちを使って差し込んでください。で、まずこのループが下に向くようにしたいので、下から入れました。
で、これで入れて輪ができたところに D カンをついでに差し込んでしまいます。まあ、こういうやり方は何度もやってますので、よく見てくださる方はいつも通り進む具合になります。ここにもう最初に D カン入れてしまいます。そしてこの中に2本のロープを入れます。で締めますね。で、再度先端が揃ってるかどうか確認。はい、そしたら左右に分けて片方ずつ裏から差し込みます。この時にね、ちょっとここが膨らんでると入れにくいので、ペンチで潰すか、ぺったんこに、ちょっと火を当ててぺったんこにするか。はい、そして D カンも通します。で、このループの中に上から差し込みます。で、上側にループを作ります。で、反対側も一緒、同じですね。とここをね、平らにします。ぺったんこにして、で、グッとこれを寄せて隙間を作ります。ねじれは取りまして、この輪の中に長いロープを差し込み、このループを締めてください。はい、そしたら反対側からの上から差し込みます。で、この2本が2列並行して並ぶように気をつけてください。交わらないように、平行になるように。で、ここで外して、いつも通り私は25センチという長さにします。皆さんは飼ってらっしゃるワンちゃんなり、プレゼントしようと思ってるワンちゃんの首輪のサイズに合わせて長さを決めてください。枕目編みは厚みが出ますから、内周よりも2センチぐらいプラスの長さにしてください。ロープが見えるところから見えるところまでの長さで、これを25センチとすると上がりがだいたい23センチぐらいになります。厚みが出る分内周は小さくなって、外周は25センチでも内周は23センチと縮みます。で、これで寸法を出します。はい、寸法が出て測れましたら
ちょうどそこのところ折り返したら親指で押さえて長いロープを真ん中から出します。真ん中から出して外側に折り曲げます。これもねじれは取っておいてください。で、後ろから裏から差し込み、できた輪に入れます。で、根元を締めて、このループを作ります。反対側も真ん中から長いロープを出します。で、外側に折り曲げます。で、ここで芯がほぼ同じかどうか確認をして、で、裏に返して、裏から差し込みます。で、ここで平結びをして、最後まで平結びをしてしまいます。まずは片方を U 字形に曲げて上に乗せたら、反対側上からかぶせて全部の下をくぐって平結び。これをずっと初めから最後まで、これまずこれを土台を作ってしまいます。ちょっと今回のは枕目編みと言っても今までとちょっと違うやり方で作りますので、土台は全部枕目編みっていう形で最初から最後まで編みますが、あとは太い、まあこの同じ太い4ミリのロープで上から模様を差し込んでいくって形になります。このように平結びをして編み上げてください。まあ基本的な編み方ですね。土台がね、もう平結びもいろんな形で変幻自在で応用されてますので、いろいろなものに、まずはこれ基本的な編み方です。このようにして平結びをずっと最後まで、きちんと後始末するところまで行ってください。はいはい、それでは編み進むギリギリのとこまで、きちきちまで編みました。で、このようにところまで編み上がったら一旦これで終了させます。そのためにこの後ろで後始末をします。いつも通り一番端っこ裏に返して、一番端っこのロープを引っ掛けてここに通します。で、こちらも同じ、これ、もうちょっとこう残したい方はこれ1個ほどいて上からしごいて伸ばすしても構いません。ちょっと私もこのままやってしまいますけども、このように引き出します。そしてね、やっぱり結構しっかりこの張りのある、このロープは張りのあるロープでしたので、まああれでしたら、もし何だったらここの芯を取って、芯を取って細くした方が始末が楽であれば、これをまあちょっとわずかですけどね、あまりたくさん残しませんでしたので、この芯を取ってもいいです。はい、ちごきまして、これで後始末を先にしてしまいます。この中に中央に入れてしまいます。まあこれはね、基本中の基本の編み方ですから、
難しいことはないかと思います。同じところにもう一本で、この始末ちょっとこの後回しに一番最後にすることにしておきます。そしてこの模様入れですね。これはもうここで編み終わりましたら、こちらの編み進み始めるところに戻っていただいて、この中これをにトンネルを作ります。かなりギュッとして結びましたからきつめになってますが、この中に入れたいんですけども、トンネルの中にこのと先を尖らせたものを通します。はい、そうしましたら今度はこちらの方が一番上からループができてますので、こちら側の2番目、一番上より2番目のところに、あの無地の方を先に差し込んで、このようにしますね。次にこの一番上のループ、この一番上のループをちょっと広げて、ここに一旦戻って差し込みます。で、こうなります。はい、そしたら今度こちらを次に一番上のここに反対側のループのところ、ここに柄物のロープを差し込みます。そしたら次にこの柄物のロープを差し込んだ下のループ、ここに単色の同じ方向に向くように差し込みます。ロープがねじれてるとふっくらした模様ができないので気をつけてください。で、こういうふうに平行になりますね。そしたら今度はこの上側のもの、柄物の上側に来てるロープ、これを下から差し込んで上に出てきましたら、このような形になるんですね。で、こちら今やった柄物の下の単色のロープ、今度はこれをここのループこのループに下から差し込みます。
同じところに別々のロープが入り込むわけです。で、こうなりますね。で、今度はこちらが入ってますから、ここに出して、これですね、これ、上の方にあるやつ、これ、これを先にここに入れて、かぎ針で出すよりも先に尖った方をの方がやりやすいようだったらそうやってください。今ちょっとかぎ針使いましたけども、ここでこういうふうにしたら、今度はここ同じ入り口に入りたいので、ここに差し込みます。そしたら今度はこれをまた隣のここに入れて、で、ここから出す。はい、そしたらこれで、お、今ここに、この下にこれを入れました。そしたら今度これを同じループの中に差し込みます。はい、そしたら今度はまた上の方のロープからここですね、次のループ、次のループ、ここに差し込みます。そしたら今度ここですよね。同じループに入れないといけないので、ここに下から差し込む。そしたらこの2番目の無色じゃ単色のループを上から入れたら、ここに入れる。太い刺繍糸を差し込んでるっていうような感覚ですね。編むっていうよりね、こんな感じで進んでいくんです。だからここに脇に渡るロープっていうのはいつも互い違いに、ちょっと動きますね、互い違いに色が出てきます。ここですよね、ここに上から差し込んで、これね、簡単なんですけど、ちょっとね、どっちが先かしらって迷いやすいところではあるんですね。で、ここが同じところに色違いが入んないといけないので、こうなるんですね。ねじれは気をつけて、
い、それではギリギリのところまで来ました。そうしましたら、今度はこれを柄物の方が上になる刺し方なので、これを上にして、一番このかかってるロープの裏の方のロープに表から裏に差し込みます。こういうふうになりますね。こちらも同じです。この裏のループの方に表から裏に差し込んで、最後の始末のロープを裏に回すようにします。こうなります。で、これを始末するんですね。で、これを始末するのに、やはり先ほどのここで一番最初に始末してますように、この真ん中に通そうかと思いますので、ここは先を尖らしたここはちょっとカットをして、中の芯を抜きます。抜いて少しでもロープの厚みをなくしたいので、芯を取り除きます。思いっきり引っ張ってカットしてください。よいしょ。で、これをしごきます。そして同じようにここに4本束ねた状態で差し込みます。はい、このように刺したら、この真ん中に一緒に通します。ちょっとこれはきついですね。一度にやるのは無理であれば、一段階ずつ。はい、通りました。はい、全部一箇所に集めました。で、ここに4本結局は集まってますので、これも一番今始末したこれもカットして、一緒に溶かしつけてしまいます。ちょっと端を残して、ちょっとまとめますね。まとめてライターで炎の先端に利用して、先端で先端を溶かします。全部を溶かすようにして、さっと冷たいもので押さえ込みます。テカーっと、タイミングがいいとつるんてるんって感じで固まって溶けてくれますので、ちょっとここが厚みがある分、ちょっとここが浮いてる関係で、ちょっと角が出たかなっていう感じなので、ちょっとライターが見えませんね。ちょっと若干温めます。で、急いでここを溶かしつけて、角を尖らせるのを丸くさせて下にくっつけました。はい、テカテカっとしてますよね。綺麗に溶けるとここがやっぱりつるんてるんってします。つるんつるんテカテカします。これで完成となります。そうするともう全然当たるところがないので痛くないです。ワンちゃんの皮膚に当たっても痛くないです。はい、これで完成となります。今日はこんな感じ、裏がこうですね。で、表がこうなります。これはもうやはりこのワンタッチパーツ向きの編み方です。これもね、上にこう盛り上げていきますので、4ミリが重なり合いますので、どうしてもこの厚みが出ます。この厚みが
ワンちゃんにとってはクッション材になって、急激な引っ張りでもワンクッション置かれてグッと首絞めにはならない予防策になるかと思いますので、まあ、負担のかからない、ストレスの少ない首輪になったと思います。はい、本日はここまでとなります。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お楽しみにお待ちください。